緊急タイムです。こんばんは。ドライヤーだけ終わった、よかった。本当に風呂上がって、え、メール届いた？メールをね、遅れてるか分かんない。風呂上がってすぐメール書類もしますっていうのだけ受けてら、あの、そう、28分からしますって言って27分ぐらいからショールーム開始するボタン押してんだけど、なんか電波が繋がんなくて29分になっちゃった。ごめん、ごめんなさい。なんかね、最近この家なんて言うんだろう、みんな前もなんかカラオケ配信の時に繋がんなかったじゃん。なんか電波弱くて、なかなかショールームが始めれない。なんか一生リトライみたいなの押してる。綺麗、ありがとう。まだメール来ない。あ、じゃあ23時過ぎてたのかもしれない。ありがとう団子。そう、電波がね弱いの。 iPad に配信するようにしてから、ありがとうペンギン。ありがとう桜餅も。今はクリームを塗ってます、顔に。スキンケア大事。もう爆速で髪の毛乾かしました。パックしながら。綺麗、ありがとう。桜餅もありがとう。4日、そう、制服の目出ます。4日で合ってるかな。4月4日です。本命で止まってる。そう、マジで電波弱いんだよね、うん、なんか最近本当に電波弱くて悲しすぎる。マジでショールームとかもなかなか始めれないし。待って、おでこにクリーム塗るところは恥ずかしい塗っときよって感じだけど間に合わなかったのでごめんなさい。マジ風呂上がり、ただの寝たい、もう眠たくなってきちゃった。スキンケア終わったらよし完了。よし、福祉がない。あったん。まあまあ適当に前髪を解いときますか。おでこなしすっぴんはちょっと恥ずかしい。ありがとう桜、幕張メッセ2日間ありがとうございました。桜の葉っぱありがとう、花びらでした。星ありがとう。こちらクリームもね、もうベタベタなぐらい塗ります。じゃないともう最近乾燥がすごくて。大学卒業した。そう、でもまだギリ学生ですよ。ありがとうペンギン、3つも嬉しい。ありがとう。まだギリ3月31日までは学生、学割が使える。
そう。首にも塗らないと。ね、学割何に使おう。はじめまして。でもクリーム塗りすぎてもう見てテカテカフ学割まだ、そう、3月31日まで。桜ありがとう、ハントもありがとう。やばいね、めっちゃテカテカありがとう、ハント。映画とかもう見てない。映画館名古屋来てから仕事で以外行ったことない。いいね、ありがとう。学割なくなるのが辛い。こんばんは。これも大きい、本当目がちっちゃいだけです。本当ありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう。久しぶりにすっぴんあげるかマジでやめてくださいねガチです。本当ありがとう。だるま、だらん、団子もありがとう。こんばんは。映画本当に見ない。映画館に行かない。映画館、名古屋でどこに映画館があるのか知らない。ありがとうペンギン、尊い、ありがとう。今までの久しぶりだね。みんなの前では久しぶりかもね。ユナ来てるけど、絶品名古屋の横にあんの。へー、が楽しみですね。みんな当たるといいね。31は割と外れた方多かったもんね。名古屋駅もあんの。映画とか、映画館、くるみちゃんとだっけ、トースポさんの映画見るやつで一回行ったけど、くるみちゃんだっけ、あんずちゃんだっけ、くるみちゃんの気がするの。ありがとうだるま、あらしきもありがとう。くるみちゃんだった。全然見に行ってないな、行きたいな。あ、でも逃走中が映画化されるから、それは多分誰も見に行ってくれる人いないだろうから、きっと多分一人で行くかな。そう、逃走中映画化されるんですよ。7月だっけな、公開日が。そう、逃走中の映画、でも予告を見て、出演者とかはまだ発表されてなかった気がする。シルエットは発表されてたけど、逃走中の映画があるから、それは見に行かなきゃいけない。絶対に、その、あ、そう、7月19日だ。そっか、7月19日って世の中の小中学生らへんが夏休みに入る頃だね。そう、ファンの方が逃走中に出れるようになんかメッセージ送れるところがあるんだっけ。送ってくれてるみたいでびっくりした。なんかあれらしいそう、でもあんまり逃走中は予告を見たくない派なので、あんまり見ないけど、そう、でも楽しみ。マジで内容わからない段階の予告は好きだけど、ちょっと内容分かってたりとかすると逃げてたりするから。
からあんまり見ないようにしてる。こんばんは。なんか関わりじゃなくても全然逃走中ならお金払ってみます。マジで楽しみ。7月絶対に見に行く。本当にでも7月とか絶対に何かあるか知らないけど、絶対に夏は忙しいから絶対にそんなすぐに見に行けるとは思わないので内容をバラさないでください。絶対にバラさないでくださいね。ゆみは夏頑張る楽しみがきっとそれなので、夏頑張る、夏きっと忙しいから知らないけど何かあるか。でも夏って毎年忙しいから、あとありがとう。あれ桜ありがとう。そうでも早いうちに見に行きたいよね。あそっか、去年の7月は好きになっちゃったの発売もあって忙しく、夏忙しかった記憶がある。こんばんは。マジで絶対に見たい。海とかプールは行かない。日焼けしたくない。すごいこれ串にちゃんと刺さるようになってんだ。お団子食べたくなってきちゃった。こんばんは。逃走中楽しみ、本当に楽しみ。映画それぐらいって聞いてマジびっくりした。最近逃走中さ映画化もされたりアニメ化だったり小説になったり本当にすごい。逃走中のあれは持ってるよね。逃走中の 3DS、 3DS でもアニメは見たことないんだよね。でもいつだったっけな、いつだったっけ、逃走中でもアニメとのコラボの逃走中も一回放送されてた。でも逃走中の 3DS なんかマジで見つかんない隠れ場所があって、それを見つけ出してマジで本当に一箇所マジ見つかんないとかって、でそこにずっと隠れててもう億万長者になってたゲームの間。ありがとう団子。こんばんは団子、ありがとう。そう現実世界にそのお金を持っていけたらいいのに。そうめっちゃねもう絶対に見つかんないとこがあって、本当に神スポットを見つけてた。本当になんかハンター100体放出しても見つかんないの。ありがとう団子。やばいリップ塗ってない状態なのがめっちゃ恥ずかしい。ほんとありがとう。そうマジで見つかんないのっていう場所があった。それを自力で見つけ出した。こんばんは。多分みんなもうバレてたんだ。おいありがとう、ハートありがとう。マジで 3DS めっちゃやってた。こんばんは。
3DS こっちに持ってきたのかな、実家なのかな。パパありがとう、でも実家だろうな。桜ありがとう、すごいめっちゃ桜降ってる、かわいいね、春だね。早く春服着たい、まだ寒いじゃん。アウター着らずに外出れる季節になってほしい。ハートありがとう、こんばんは。こんばんは。3DS は白でした。ありがとう、ハート。桜の花びらもありがとう。レインボースターありがとう。ね、春服着たい。ブラウス大好き。ワンピースもいいね。でも4月か、マジでもう。もう終わっちゃうよ、3月。学割いつかやなくなっちゃう。学割でせないけんことってなんだろう。本当に学生じゃなかったらめっちゃお金かかるよってこと、何？何がある？ありがとう。映画、映画、新幹線、新幹線はそりゃそう。定期。新幹線だ、今からでも新幹線でどっか行こうとは思わん、この5日間で。な、 MacBook ね、あれを買うか迷ってる。ドクターマーチン買わなかったけど、ドクターマーチンって学割聞くのね、 10% オフかな確か、めっちゃ欲しくて、でもちょっとさすがに高くて買えなかった。めっちゃ欲しくて 10% オフだしなーって、どうせ買うなら 10% オフで買った方がいいよなーと思って、けど買えなかったね、ちょっと高い。意外とね、学割ってあって、ありがとう、あとありがとう、桜ありがとう。そう、でも結局ドクターマーチンは買わなかったちょっとさすがに高かった、諦めました。何買ったっけな、学割で。あ、でもアプリなんだっけ、アマプラとかも学割だもんな。アマプラと音楽のやつアプリ学割だけ高くなるか。うわ、辛いなー。ありがとう、ハート。ふくら、ありがとう。ね、スマホ代高くなりそう、辛い、悲しい。音楽。そう、あと1週間しかないから、そう、学割を使っとくべきもの、使っとくべきもの、それなりに、だって大きな買い物とかすると 10% でも大きいからね。こんばんは。え、そう、美術館とか博物館とか舞台とか意外と学割あったりするもんね。映画館、自動車学校への運転免許も持ってる。ドクターマーチン頑張って買いなよ。買えないよ買えないよ。鏡見れず泣いてます。もう雨でいっぱい写真送ります。飲食店確かにね、ライス大盛り無料とかだったりするもんね、学割。
旅行に3月今から行くの5日間こんばんは。飲食店制服はコスプレ、制服はもうコスプレないん。そう、あと何があるっけ、向かいにMacBook とかスマホも Apple とか関わりあったりするもんね。スマホはもう買い替えたので、てか Apple 普通に携帯電話屋さんで買ったので、ありがとう、お団子ありがとう。でも新幹線代が変わり本当に大きい。あとありがとう。ディズニーの春キャンプとか何それ知らない。何ユニバとかも変わりやすいの。飛行機はね、学割を使えるとこもある、航空会社によるって感じ。そう、学割聞くからって言って今買ったら3000しかね、恐ろしい。でもなんかさ、4月とか5月にさ、関わり聞くものを買うの悔しくない？なんか。そうね、いずれ買うものとかだね。中に制服の中いっぱい出てる。財布の方が過ぎ、そんなことはないと思うんだけどね。使うものには使うよ。ヘアケア、スキンケアには割とお金使う。こんばんは、ありがとう。化粧品にも使うかも。洋服にはそんなに使う、そんなに普通かな。大学生が卒業までに学割で買うべきものまとめ。何何、知りたい知りたい。コンタクトが加わりだ。え、待って、天才いたよね。コンタクトが加わりで買ってるわ。え、天才、買っとこ買っとこ、まとめ買いしとこ。え、ナイス、メモるわ。コンタクト、コンタクト、ナイスすぎ。コンタクト買ったかな。え、天才、ちょっとまとめ買い、コンタクト。そう、20%オフ、20-30%オフで買ってるから、コンタクトをまとめ買いします。コンタクトが壊れある。そう、いや天才すぎ。結構安くなった記憶ある。とか壊り、マジか、学割なくなるか。受験です、ありがとう、見に来てくれて。ノートパソコンはいいかな。そう、まだ全然今使ってるのが使える。こんばんは、あとありがとう。
3割引きずるい、しょうがない学生なのだから。iPad 欲しい、え、私んだるな。でもこの iPad も学割で買ったよ、ちょっと安くなった。そう、マジで学割使えるとこ使っとかないと後悔したくない、学割がなくなって。学割でいいのなく試験書いたい。確かに劇場学割とか作ればいいのに、ないの。学生の方とか来やすいよ。昔はあったんだ。あ、そうだ、ゴンちゃんのマンドンどかないかん。ゴンちゃんも学割あるけんね。そうそう、え、半額なんだ、でかっ、めちゃめちゃいいじゃん。ね、学割あったらね、来やすいのにね。ゴンちゃんでもね安いよ、学割。なんタピオカのさ、普通ゴンチャってトッピングせないかんやん。確か。でもなんかタピオカ入ってもそんなに高くない。ミルクティーと黒糖ミルクとかだけだけど。大学入るのが高いん大学って。あ、順位発表します。それでは順位発表します。ちょっとすっぴんなんでちゃっといきますね。今日の1位はイラックマンの家なる方、1位ありがとう。2位は平成のアバターの方、2位ありがとう。3位はアスカラのアバターの方、3位ありがとう。4位はうさぎちゃんのアバターの方、4位ありがとうございます。5位は織姫さんのアバターの方、5位ありがとうございます。おお、日本おかえり。6位はイーヌのアバターの方、6位ありがとう。7位は群馬のアバターの方、7位ありがとう。8位は花束持った悪魔ちゃん、8位ありがとうございます。2位ありがとう。こちらこそ31の公演楽しみにしてます、こちらこそ見つけます。9位はアクセサリウムのパンダの方、9位ありがとう。幕張握手会ありがとうございました。また5月、また5月楽しみです。10位は大好きと思ったアバターの方、10位ありがとうございます。今日もありがとう、こちらこそです。11位は半泣きのくまちゃん、11位ありがとうございます。11位ありがとう。31位見つけます、楽しみ。12位は SK48 のチワを持ったアバターの方、12位ありがとう。ありがとうね、こちらこそです。13位は黄色のくまちゃん、13位ありがとうございます。急遽の配信みんな見に来てくれてありがとうございます。めっちゃありがとう、こちらこそ。みんなゆねの学割にとりあえずコンタクトとゴンチャですねコンタクトとゴンチャです。おやすみなさい。私はもう歯磨きもして、スキンケアもして、髪の毛も乾かしたのでもう寝るだけです。今日メールちょっとしか送れなくてごめんなさい。明日はトーク会のオフショットいっぱい送ります。ありがとう、バイバイ。多分明日も配信します、多分だけど、多分だけどきっとだけど多分しますできなかったらごめんなさい。みんな来てください。おやすみ。またね。バイバイ。おやすみ。フォローしました。ありがとう。おやすみ。楽しみにしててください。